言いますね。クリスタルさんこんばんは。ありがとう、来てくれて。ドラクエ11やってます最近。ストーリー的にはオーブを探すよっていうところで、海のなんか外側に出たいっていう話で、ソルティコの街っていうねところに向かうとこです。だけどね、先週ねキャンプ行ったんだけど、私ちょっと花摘みしてくるわ。 あっちに綺麗な花畑があったのよ。キャンプ行ったらね、やっぱ車欲しくなっちゃったね。車欲しくなっちゃったから、ちょっと250じゃなくて車買おうかな。どうしようかな。どうしたのかしら、シルビアさんと。ここがシルビアのあれだ、故郷か。そう、寒くなったもんね、急にね。出勤も、これはこれはローバイクだからさ。お久しゅうございます。ありがとう、優しいね。今日はお連れの方もお見えで。そうそう、もうだって私あれだよ、今着てないか、ヒートテック着てるよ、バイクで出勤するとき。おるかの。ジエゴスですが、ご主人様はデルカダール城に剣術の講義に行っておりまして、しばらく。そう、朝ね、私も朝ね、7時それは残念じゃ半とか8時前に家出るから、寒いよね、バイクで通勤するの。でね、話はまた。そう、朝は寒い。帰りはね、別になくてもいいんだけど、朝は寒いね。水門をね、今開けてもらうっていう話をしている。ドラクエ11に関して外界に出ようと思っておってな。外界に出たい。水門を開けてほしいんじゃな。頼めるかの。もちろんでございます。普通に今も着てたわ、ヒートテック。自分が何着てるか分かんない。やば。それでは私が水門を今日仕事行ったまんまの服だった。皆様は船に乗って水門の前で待っていてくださいまし。声聞いたらおもろいよ。有名な人喋ってくれるかな。おお、見ろ、セザール殿じゃ。みんなで礼を言うとしよう。シルビアがジエゴってさっきねいなかったんだけど、シルビアがね、そうそう、隠れてる。なんで隠れてるかって言ったらバレたくないから。本当はこの家のやつなんだよね。ストーリー。もうなんなのこの霧、何にも見えやしない。シルビア、どうした？神よ。わからないわ。急に霧が出てきたの。気味が悪い。全速力で抜けるわよ。なので、ストーリーは全部配信でやるけど、レフラー上げとかをね、裏で頑張ってます。ここは一体？一応3時間って決まってて、まあ、別に延長してもいいんだけど、配信では。不思議なところ、まるで幻のようだわ。シルビアさんは何でもできるの、結構。機内？機内なの？可愛いんだよね。可愛い。何よ、驚かせないでよね。それにお姉さん、人の顔を見てため息なんて失礼よ。一応ストーリーはね、カットせずに全部見てるから、それでもね結構時間かかっちゃうからさ。めっちゃ可愛くない？人魚さんだけど。あなた、まさか人魚？あら、あなたは叫ばないのね。かわいい。私を捕まえようとしないし、珍しい人、機内と一緒ね。そう、11長いからさ、ほんと、ボリュームがすごい。機内が来てくれたのかと思って。で、3の発売まで、やろうと思っててさ。びっくり。人魚って本当にいたのね。そう。それはまあ、置いといて。機内って一体誰のこと？10月の
ナギムナアマラギさんは人間の漁師。1,2,3,4。私はこの入り江で彼を待っているの。5,6,7,8。私たち結婚の約束をしたんです。あと8回結婚しかないんですよ。3時間でしょ。3×24時間か。24時間でストーリーを全部クリアするために私はレベルを裏で上げてます。叶いこないと思ってた。そう、ドラクエ6にもあった。ペスカニ？ドラクエ6。魚ね、あげてたやつだね。追いかけて。私ドラクエ6めっちゃ好きだから。こんばんは、赤文字さん。来てくれてありがとう。私のために海底で暮らすと言ってくれたの。機内。海底王国の女王様も機内ね。そこそこ歩いていくやつ、そう後ろから。あれ結構好きだな。素敵ね。そうそう、メタルギアごっこ。でも機内が来ないの。懐かしい。6めっちゃ好きなんよな。1,2を争うぐらい。このドラクエの中では。機内が約束を破るなんて一度もなかった。彼の身に何があったのかも。そう考えると、なんか結構時間経ってたんだっけな、このストーリーね、覚えてるとこと覚えてないとこあって。失礼を承知でお願いがあります。機内の様子を見てきていただけませんか。私にできることなら何でもします。ありがとうございます。機内の住んでいる私は、初めてやったドラクエが、あ、6一番好き。わかる。私もね、世代的にね、6が結構、がっつりやったから、6からやったぐらいかな。ズバリこれだ。ドラクエシリーズの中で、6か7。機内には言わないでね。好きなんだよ、機内のこと。じゃあ、お題だったんだけど、ドラクエ8ね。ここがナギムナ村、ないね。ロミアに聞いた話によると、真珠、世界一の真珠が取れるって有名だそうよ。ドラクエ8はね、あの武器スキルシステムがね、好きじゃなくてね、やめちゃったんだよね。きらめく真珠と屈強な海の男たち、偏ってたわ当時自分が遊んでたゲーム。また作って亡国の、ああれね、あいつね、名前も忘れたけどさ、変なやついたよね。みんな嫌いか。これ8とほぼ似てる感じかな。8もスキルシステムで、武器スキルシステムで、なんか自分の使いたい武器にスキルポイント振るみたいな感じ。めっちゃ覚えてるのに。なんでだろうね。街の名前とか人の名前とか。昔やったのは覚えてる。漁師は村の誰より真珠をたくさん取りました。村長さんは漁師を痛く気に入って、自慢の一人娘と婚約させました。エイトも面白かったからおすすめだね。漁師が大好きだったのです。すれ違い通し、天はオンラインだからあんまやってないでしょ。日々は消え去りました。11はちょっとやった。12やりたい。12、真珠と共に子供時代小中高を通して頭にパッとこう。9のストーリーはね、確かに思い出せない。そう、地図のことしか思い出せない。あれはクリア後がメインストーリーだ、メインゲームだからね。クラケンその時です。この紙芝居の漁師の前に現れた人が機内なのかな。人魚でした。人魚は漁師の耳元でこう言いました。行きたいならば魂をくれ。そんなこと言わんでしょ。その時驚くべきことが起こりました。死んだと思われていた漁師がひょっこり帰ってきたのです。機内、いい名付けは大層喜んで漁師を看病してあげました。しかし魂取られちゃったみたいな。まるで別人のようでした。日がない一日ぼーっと海を眺めて、俺は人魚と結婚するんだと言うばかり。キューはね、最後ストーリー終わってから友達とやるのが楽しかった。海に出るぞと、それがもうメインようになる始末。
村長さんはカンカンに怒りました。村長さんは漁師を引っ捕らえると二度と海に出られないよう前髪がめっちゃうまい燃やしてしまいました。こうして人魚に魂を食われた漁師は暗く寂しいシジマが浜に閉じ込められてしまったのです。ここにいるっぽい。さあ今日はここまで、続きはまた今度じゃ。に人魚怖え、逃げろ。でもこんな子じゃなかったのに、ね。